こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました吉本芸人がおすすめのお店を紹介してもらおうのコーナーでございます。そういうわけで今日は渋谷区の渋谷、そちらの方にあります、こちら、はい、ラマイさんというお店にお邪魔しております。こちらが某吉本芸人さんの大おすすめのお店ということで、さあ一体どんなお店なんでしょうか。お店に入りまして、これメニューが出てきましてね、これランチタイム中のメニューですかね。15時までの、今日は3種類くらいあって値段もお安いです。さすがおすすめのお店ですね、吉本芸人が。あ、こんにちは、はい、今日はなんと椿鬼奴先生のおすすめのお店ということで、はい、こんなおしゃれなお店に普段来てるんですか。友達がやってて。あ、そうなんですね、はい、大学の時の同級生がはい、はい、この店やってます。あ、そういうことなんですね、はい、なんか俺、鬼やっこが普通にご飯一緒に行くのかと思ってたんですけど、はい、来てみたら普通に友達が2人とかいてこの3対1の構図でさらに店員さんもグルだったらもう4対1で、お伝えしてなくて。こうやっておすすめって何なんですか。3種類しかないから、はい、この辛いのがダメな人はハヤシライス食べて、はい、あ、はい、あ、じゃあハヤシライスにします、はいはい、じゃあ私もハヤシライスにします、はい、同じなのかよ。僕だから実はキュートのメンバーなんですよね、もともと初期の。で、曲って何ですか。あ、曲、私やっぱり宣伝してもらおうと思って曲。いや、もうなんでそんな手回しいんですか、店員さんも、はい、何それ。今お聞きいただいているのは、はい、私が10年ほど前に組んでいるバンド、はい、金星ダイヤモンドの、はい、6月に発売しました、はい、セカンドアルバム、はい、2014ゴールドから、はい、今代官山から日吉へ行く物語という歌がかかっていますお通しが来たんでちょっと見ていきましょうか、はい、夜のメニューにもあるの、はい、って言っても人参の、はい、何ですかね、人参のなんか来たよね、ちょっとピリ辛な、きんぴらごぼうの人参の部分だけみたいな、醤油え、つけてあるやつ、はい、つけてあるもう曲のインパクトがでかすぎて、そうですね、だけど分かんないんですよね、集中できないね、この曲されると。そうだ、そう、もっぱら評判ですダメじゃん、仕事が手につかないってダメ、そう、分かる、運転もできない運転もできない食べてみてください、はい、それで来てるんですか、はい、うん、おいしい、お酢漬け、お酢漬けなの、 あ、違う、いただきます。色が鮮やかでいいですね、なんかね、ただの人参でもね、なんかおしゃれに見えますもんね、そうそう、これでね、お酢ですよね。そうですよね。お酢漬け。お酢漬けかな。お酢漬け。お酢漬けですか。で、曲うるせえよだから。もうメニューが来まして、ハヤシライスですね。はい。いいじゃないですか。むせてますけど。人参。はい。人参でむせ。お酢が。あれがグリーンカレー。あ、あれが。こっちの方が人気あるはず。いや、僕ちょっと潔癖症なんでした。回し食いできない。私傷つく、それハヤシライスね。ハヤシライスです、はい、私は。おいしい。いただきます。ハヤシライスは僕好きなんですよ、元から。へえ。食べ物のランキングの中でも上の方にいるメニューなんで。それですぐ選んだんですね。そうです。甘くて美味しい。こっちは全然甘、ね、辛くないんで食べやすいし、やっぱ美味しいね、うん、その時、はい、まあ、父親がいろいろあって、はい、大河山のマンションを手放した時のちょっと宮子さん、はい、おしゃれカフェの紹介できてるんで重い話いいですか。そ